玄衆院と大墓でのたたり。玄衆院は、安土桃山時代から江戸時代にかけて生きた女性。大名、南部都直の妻で、戦国武将、賀茂氏里の幼女。出家前は、おたけの方と呼ばれていた。玄衆院は、カデ姫とも呼ばれており、墓のある岩手県森岡市の広大寺に伝わる伝説では、玄衆院は嫁入りの際に、 ガモ氏の祖である藤原の秀里が、大ムカデを仕留めた際に使ったとされる矢の羽を土産として持っていった。厳修院の死後、その遺体にムカデを連想させる模様が現れたために、ムカデ沖の堀に囲まれた墓に入れられた。しかし、墓の周辺に大きなムカデが現れ、堀に架かる橋を何度も壊した。いつしか厳修院はムカデ姫と呼ばれるようになったという。